歩く前に筋肉を刺激する体操をするだけで、ウォーキングをした時の脂肪燃焼が格段にアップ。やり方はとっても簡単です。まず椅子の背もたれに手をつき、膝を曲げて腰を落とします。この時お尻の筋肉が伸びていることを意識してください。次に前の足に力を入れて一気に腰を上げます。お尻の筋肉が縮んでいる感じがすれば OK。 体を支えている太ももの筋肉も刺激されます。左右の足を変えて10回繰り返してください。それでは一緒にやってみましょう。せーの、押す。そう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 。はい、で戻す。せーの、押して。さあ、戻す。せーの、押す。3。さあ、いいですね。はい。せーの、4。そう、うまいです、うまいです。せーの、5。え？やりましょう。せーの、6。離して。せーの、7。よし。せーの、8。さあ、せーの、9。せーの、10。今度は左右の足を変えてもう一度。押す。そうそうそう。上手です。せーの、押して。はい、押す。せーの、押す。さあ、せーの、4。さあ、せーの、5。いきます。せーの、6。いきましょう。せーの、7。せーの、8。お尻効いてますか？はい。せーの、9。せーの、10。多いじゃないですか。まだまだやれるという人にはもう一つ。まずは先ほどと同じように足を後ろに引いて腰を落とします。そこから腕を上げて上体をひねると腸腰筋という筋肉が伸びます。太ももを上げるときに使う大事な筋肉です。後ろに引いた足を一気に持ち上げると今度は腸腰筋が縮みます。これも左右10回ずつやってみましょう。それでは一緒にやってみましょう。そこからシュッと今度足を上げてで戻して、で手をまたぐーっとひねってシュッと上がる。そうそうそう。で下ろしてひねって、せーの、シュッと上がる。ひねって、せーの、し、そうそう、うまい、うまいです。ひねって、はい、5、さあ、はい、6ですね。膝少し上げましょうかね、ちゃんと。そうです。はい、7、さあですね、膝を持ち上げますね。はい、8、さあ、はい、9、そうです。シュッといきますよ。はい、シュッといきます。はい、そう、はい。左右の足を変えてもう一度。せーの、シュッ。さあ、出して。はい、せーの、に。で、顔をですね、ちょっと横にこう向か、そうそうそう。せーの、さん。そうです。はい、ぐーっと伸ばして、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 4。伸ばして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 、はい、5、さあ、はい、伸ばして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 、はい、6、はい、伸ばして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 、はい、7、さあ、いきます。伸ばして伸ばして伸ばして、8、はい、伸ばしていいですよ。はい、9、さあ、来た。最後はラスト1回です。そう、せーの、4、OK。さあ、いよいよ歩くわけですが、
おすすめは早歩き。速さの目安は心拍数です。個人差はありますが、例えば40代から50代の場合、1分間に130から150拍くらいになるように早歩きすると脂肪燃焼率がアップするんです。それでは今日もいってらっしゃい。